カノ様。たかが天使見習いと侮っていたが、まさか魔人やガーディアン天使まで倒してしまうとは。もう認めなくてはなるまいな、お前たちの実力を。なんだ、急にまともなことを言い出したぞ。悪いものでも食ったのか。さあ、天使ってのはどいつもこいつも何考えてんのか分かりませんから。あの、それって私のことも含んでます？何言ってんの、当たり前じゃん。こら、人の話はちゃんと聞かんか。私の目的を知りたくないのか。目的だと？どうせてめえの欲望を満たすためのくだらねえ目的だろうが。いや、地球人類を巻き込んでまで果たそうとする目的だ。さぞかし壮大に違いあるまい。その通りだ。私には崇高なる目的がある。唯一絶対の支配者による全世界統治という偉大なる目的がな。全世界統治だと？なんだ、やっぱ自分の欲望を満たすためのくだらない目的じゃん。違う！私は私利私欲のために全世界統治を目指しているわけではない。今の乱れた世界に平和をもたらすには絶対的な指導者による支配が必要なのだ。ブルカノ様、それがあなたの目的ですか？でも平和は一人の手によって得られるものではありません。一人一人が手を取り合ってこそ得られるものなのですよ。青い青いぞフロン。狡猾な悪魔や愚かな人間どもにそんな軟弱なやり方は通用しないのだ。そんなことはありません。悪魔も、そして人間も。黙れ！お前なぞに何がわかるというのだ。私は知ってしまったのだ。奴らの残酷さを、奴らの心の醜さを。ブルカノ様、もう何言っても無駄みたいよ、フロンちゃん。うん、こういう奴には体に分からせてやるのが一番だ。殿下、そのセリフちょっとエロいです。しかも相手男だし。もはや語るべき時は終わった。お前たちを始末し、大天使を亡き者とする。そして私は神となるのだ。唯一神ブルカノによる絶対平和が訪れるのだ。Bye.
祈れ。それ。それ。Bye.
また祈れ。ふん。散れ。ふん。
フン。ノレ。
それ。私の目的が、使命が、夢が。
こんな奴らに打ち砕かれようとは。ブルカノ様、まだお分かりにならないのですか。あなたは手段を選ばず、あなた一人の支配によって平和をもたらそうとしました。もし成功していたとしても、果たしてそれが本当の平和と呼べるのでしょうか。ブルカノ様、私たちを見てください。天使と悪魔と人間とが手を取り合って心を一つにしています。これこそが本当の平和をもたらす第一歩だとは思いませんか。取ってつけたようなきれい事を並べおって、そんな言葉でこのブルカノ様が悔い改めるとでも思ったか。これしきのことで私の信念は揺るぎはせぬ。勝負はまだ終わってはいない。かくなる上はお前たちと大天使を戦わせ共倒れにさせてやるわ。逃がしてしまったか。普通の悪党なら今のセリフで涙を流して改心するものだがな。奴には奴の信念があるのだ。そうやすやすと心変わりはするまい。あいつ、俺たちと大天使を戦わせるとか言ってやがったな。多分私たちを悪党に仕立て上げて戦わせるつもりよ。よくまあ次から次へと悪知恵が浮かぶもんね。感心しちゃうわ。これでいよいよ大天使との戦いは避けられなくなったようだな。フロン、覚悟はいいな。はい。どうなるかはわかりませんが、私の気持ちを大天使様にぶつけてみようと思います。大天使様ならきっとわかってくださるはずです。そうか、なら思いっきりぶつけてやれ。はい。